では藤崎です、よろしくお願いします。僕らはありがとうございます。僕らは小袋が大好きなので小袋を2曲本日はやらせていただきます。1曲目未来への帰り道というベストアルバムの最後の曲になった曲なんで、もし知ってる方いたら一緒に、まあ、ちょっと歌っていただいたりとか手拍子とか何でもいいんで皆さんで盛り上がっていけたらと思います。よろしいですか。ありがとうございます。では未来への帰り道という曲を聴いてください。未来に向かって突き進んでいくって思うと辛くなっちゃうんで、たまには未来も、まあ、歩いていく道のりなんで、まあ、それが帰り道だと思っていけばちょっと気楽に心が気楽になるんじゃないかなと思えるようなそんな曲ですけど、次の曲は全く逆で、もう、まあ、今日から4月1日で新生活始まりますけど、もうがむしゃらに頑張っていくぞっていう強い気持ちをドーンとぶつけるような曲になってるんで、まあ、皆さんにこうなんか嫌なことが辛いこととか、なんかこれで背中を押せる曲なんじゃないかなと思ってます。なんか言いたいことありますか？ないよなんて、まあ、最後にエールという曲を聴いていただきたいと思います。まあ、知ってる方、どうぞどうぞ歌ってください。そして手拍子ください。皆さんで最後まで盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。最後に聴いてください。エール。
不安と希望だけじゃ断ち切れないでいるけど、今君は角で立ってるんだ、遥か遥る道を行くんだ、誇り高き勇者のよう風立ちぬその道を、どこかで君を探してるんだ、誰かが君を待ってるんだ、思い描く夢の模様、いつの日かその目に映せ。どうもありがとうございました。